ガバッこれもいっぱい入ってますけども、ギリギリ立つぐらい、自立するぐらいのポーチになっております。どうもこんにちは、グライフです。趣味でガジェット紹介チャンネルへようこそ。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日はこちらにも出てますけども、無印良品で買えるガジェットポーチの紹介です。ここに合わせて4つのガジェットポーチ、私が使っているものはあります。自分で買って実際に使っているガジェットポーチを4つ紹介したいと思います。すべて2000円以下とめちゃくちゃ安く買えますので、それぞれの私の使用用途とか使いやすい部分などを紹介していきたいと思います。あと途中細かいポケットの数とかの比較表とかもありまして、分かりやすく解説してますので、ぜひ動画見ていってください。またこちらの無印良品以外でおすすめのガジェットポーチなども紹介したいと思いますので、そちらもチェックしてみてください。またガジェット好きな方でまだ登録されてない方は、ぜひチャンネル登録もしてから動画見ていってください。それでは早速行ってみましょう。はい、じゃあ、 まあ順番としてはまず4つのポーチを紹介して、その後ちょっと比較表を見ていただいて、その後それぞれのポーチについて細かく説明しようかなと思います。まず順番に無印の4つを紹介します。こちら以前の動画でも紹介しましたが、無印良品のウエストポーチにもなる撥水ショルダーバッグというものです。結構大きめの、まあ、肩掛けカバンぐらいのサイズになっております。で、続きましてがナイロンメイクポーチ、ちょっと中身少し入ってますけども、これぐらいのサイズのスクエア型のポーチになってまして、チャックはこれがガマ口タイプで、しかも両方から入るタイプのポーチです。今日はメイクポーチですね。続きましてが、こちらはまあ名前もガジェットポーチですけども、ポリエステルガジェットポーチというポーチです。こちらチャックは両方からありまして、ガバッこれもいっぱい入ってますけども、ガバッと開くタイプのやつです。チャック両方あります。で、最後が、このちっちゃいやつですけども、ナイロンコンパクトポーチというやつで、今 GR3X がここにすっぽり入ってますが、ちっちゃくて、まあ、チャックは一方向だけですね。こういう方向だけのチャックになっております。で、今回はこれらの商品に加えて、ドリップの、スクエアポーチ、宮永8さんのコラボモデルのやつ、これもちょっと比較対象として乗っけてあります。スクエア型のレザーのポーチになっております。非常に質感高いです。で、もう一個が、こちらも Amazon で購入した、ベルロイというメーカーの、ポーチになります。これで自立することもできまして、チャックが、これも片方ですね、片方ついてます。こういう感じのチャックです。で、これもなんか、ちょっとフィルムカメラ入ってますけども、こういう感じのポーチになっております。この後から詳しく説明します。で、もう一個気になってるやつが、ASO っていうところの、タフトポーチプラスというやつで、このドリップのレザーポーチに近いような製品ですかね。それもちょっと気になっているので、それも紹介したいと思います。はい、で、これらの無印良品4つプラス3つのポーチの概要をちょっと比較表にしてまとめてますので、ちょっと見てください。こんな感じになってるやつです。と、まあ、基本的にサイズ感と内ポケットの数、外ポケットの数で、ジップがどこっちについてるか、内側なのか外側にしかないのかというところ、このジップっていうのは、ここの、普通の開き口に加えて、内ジップであれば、こういうところに中にジップが入るやつを内ジップ。こういうふうに外に口がもう一個あるやつを外ジップと言っております。で、この比較表を載せながら一つ一つ順番にちょっと、使用用途などを説明していきたいと思いますが、まずこの一番目の無印の、ポーチです。ウエストポーチにもなる撥水ショルダーバッグというやつです。以前は旅行用カバンの中身っていう動画で紹介しておりますが、まあ、ミラーレスカメラとか入れるときに使うようなものですね。まあ、サイズ的にも、これ、キャノンの EOS X M ですけども、こういうのがまあガバッと入るようなサイズ感になっております。こんなの入れても、まあ、いろいろ他にも余裕のあるようなサイズ感になってますね。まあ、大きさはそんな感じです。で、ポケットが、中には内側に2つついておりまして、これこそ見えるかな、あ、見える見える。ここに1つ、ここに1つということで、内ポケットは2つあります。こっちの方がちょっと大きいかな。こっちの方がちょっと大きいですね。
ちっちゃめのポケットです。で、外ポケットがまた一つついてるという感じです。非常にシンプルな設計です。で、ジップは先ほども言いましたけど、両開きのジップになっております。で、外ポケットということで、外ポケットがここにも1個、ジップがないポケットが1つあります。結構な深さありますね。マジックキーボードすっぽり収まるぐらいかな。この Mac の、それぐらいのサイズ感のポケットがあります。それプラスジップですね。ここにジップがついております。値段なんと1990円、めっちゃ安いですね。こんなんです。あ、でこの紐を紹介しておきましょうね。紐はこれも結構使うんですけども、こういう感じのバックルタイプというか、カチッと、着脱しやすいようなものになっております。でここら辺に余った紐を留めるやつがあるのもいい感じなんですよね。この辺も細やかな、設計がされております。さすが無印さん。はい、続きまして次に高い1290円のナイロンメイクポーチです。これまあメイクポーチという名前なんで、普段はメイクポーチですけど、私はまあちょっとケーブル類を入れております。でポケットがこれめちゃめちゃついてまして、これ1ポケットが8個あるんですよ。1、2、3、これペン入れるようなサイズ感ですね。大きさで言えるで4、5、この下にもあります。2段に分かれてます。でこっちにもありまして、大きく1つで、この下に 2個あるんで、こっちに3個、片側に3個、こっち側に5個の仕分けがあるんで、一応内ポケット8としております。でこの外にもポケットありまして、1、2ありまして、ここにも大きなのが1個あります。これはまあスマホが入るぐらいのサイズですかね。折りたたみスマホが入るぐらいのサイズです。はい。でジップはこれ両開きのジップがついております。紐などは特にないですね。まあ、一応ちゃんと自立するようなポーチになっております。そしてまあ、あんまり使わないケーブルとかはこうやって入れております。はい、シンプル設計でいいと思います。まあ、なんか小物を入れるとかそういうのにいいガジェットポーチかなと思います。はい、続きましてこちら、本当に990円で出せるんかっていうぐらいのやつですけども、これがまあ無印良品が出しているポリエステルガジェットポーチですね。で、ガバッとチェックがついてまして、特に下のマチとかはないですね。で、いろいろ入ってますが、どうしますか、この真ん中にマジックテープのテープが入ってまして、横が、まあ、内ポケット2としましたが、このメッシュタイプのポケットが2つサイドについているだけのシンプル構造です。で私はここにピクセルウォッチの充電ケーブルであったり、まあ、ハサミとか爪切りもこれ入れてたりしてます。で、電源ポーチをこのマジックテープあるんで、こうやってしっかりと固定して、あとケーブル入れて、雑多にしまうと。はい、いう感じで利用しております。このチャックが両方から閉められるのもめっちゃいいところですね。まあ、ある程度膨らんでもこう耐えてくれるんで、この辺もいい感じで情報しています。でここもでここもなんか使おうと思えばこういうカラビナというかこういうので、引っ掛けておくこともできるという万能スタイルですね。はい、さすがにこういうミラーレスカメラは入らないようなサイズ感です。はい、続きましてこちらの、無印良品のナイロンコンパクトポーチです。非常にちっちゃくてほぼ何も入らないですけれども、内ポケットがこういう広めのが1個ありまして、私はこの GR3X これを入れてまして、これがなんとシンデレラフィットのジャストサイズになってます。チャックはこの1個内方向だけですね。この内ポケットにこの予備バッテリーですね、この辺を入れたりして、旅行の時はこんな感じで活用されています。でこの紐を出したりするとこう逆に持ちやすくなったりするんで、まあ、この辺は出したり入れたりっていう感じですけど、私はこう出してますね。このスタイルで結構持ち上げたりしております。はい、非常にシンプルですけども使いやすいし、めっちゃ安い780円で買えますというポーチになります。コンデジとか持ってる方いいんじゃないでしょうか。はい、続きまして、まあ、以前まで使ってたガジェットポーチになりまして、こちらドリップの宮永8コラボモデルレザースクエアポーチブラッ
ックの M ですね。多分これ球型になってて、今はもうちょっとスクエア型のちゃんと四角いやつになってますが、長方形のやつになってます。でこれまあ値段が高くてですね、1万5000円ぐらいするやつなんですね。まあ質感も高くて、まあそれぐらいの値段するのはうなずける感じなんですけども、この無印良品のやつと比べた時にまあおよそ10倍ぐらい高くなっているので、まあ、ちょっと気軽に使えなくなって、最近はカメラ入れとして使っている形になります。こちらポケットが内側に2個ついてまして、大きいのが1個、ちっちゃいのが1個、伸縮性はあまりないですね。で、こちらにジップ式の内ジップが1つありまして、ここにかっこいいロゴも入っております。こんなんです。で外側には何もポケットがないですということです。でこの両方ジップつけてくれればよかったですけど、ちょっとまあ片方のジップになっているということで、この持ち手なんかもレザーで、非常に高い質感のガジェットポーチになっております。この底面積も広くて非常に使いやすく、ここのですね、マチがあって横に漏れないというのは非常にいいんですけども、まあ、ちょっと、まあ、値段の割に僕の中で使わなかったというようなガジェットポーチです。レザーのやつがいいとかいう人はこれめっちゃいいと思います。はい。でもう一個持ってるのはベルロイというメーカーのポーチになっております。こういう底面がちょっと薄いんですけども、一応ギリギリ立つぐらい、自立するぐらいのポーチになっております。これちょっとフィルムカメラと、変換の SD カードの変換のアダプター入ってますけども、中は、ポケットが3つありますね。これはまあ伸縮性のある、何でも入るようなポケットが、ちっちゃいのが2つで、この反対側に1つあまり伸縮しないようなのがあります。私はこうやって、アダプター入れて、これはまあ普段あまり使わないですけどフィルムカメラちょっと入れてたりします。で、ここはこれ片方だけですね。この辺銀色でちょっとまあおしゃれな感じになってます。この肌触りはまあナイロンバッグというか、なんていうんですかね、かぶりというのかな、まあ、そういう素材をちょっとしております。でもう一個気になるのが、先ほど紹介したこのドリップのレザースクエアポーチに似てると思うんですけども、アストのタフトポーチプラスっていうやつですね。これが価格5250円ぐらいで、撥水素材のポーチになってて、多分サイズも同じくらいなんですよね。ここにサイズ載せてありますが、ほぼ、このスクエアポーチと同じぐらいのサイズ感で、ポケットもついてて、で内側ジップもついてるということで、価格だけ見るとドリップのやつの3分の1ぐらいのやつがこのアソのタフトポーチなんで、まあ、レザーでなくてもいいよっていうのであれば、これもいいのかなというふうに思いますね。アソの商品、私カードケースとかも持ってますけども、まあ、結構質感もいい感じなんで、これも気になってたりしますし、ガジェットポーチ探している方はこちらも検討してみてはいかがでしょうか。はい、ここにご視聴いただきありがとうございます。本日は2000円以下で買える無印良品のガジェットポーチ4選、これを紹介してみました。まあ、ガジェットポーチというか、いろんなポーチがありますけども、ガジェットポーチとして使えそうなものを4つ紹介して、その他にも3つ、似たようなポーチを探してみたので、何か気になるポーチありましたら概要欄に貼ってますので、ポチッと押してみてください。この動画が参考になったという方はグッドボタンよろしくお願いいたします。このチャンネルではこういう、まあ、ガジェットとか、普段はカメラとかスマホなど、ざっくばらんにガジェットを紹介しているチャンネルになります。次の動画もガジェット系の動画になりますので、そういうガジェットとか興味ある方は次の動画更新見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さん今日もグッドライフを。バイバイ。